えー、今回紹介したい作品はめちゃくちゃ話題作全米大ヒットですねこちらクリード過去の逆襲です気になってるね方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれどもまず物語簡単に説明いたしますとかつてあのロッキーが人を繰り広げた親友の アポロがいましたけどもこのアポロの息子がアドニス・クリード、まあ、主人公なわけなんですよね。でロッキーの魂を引き継ぎボクシングの世界チャンピオンとなったわけなんです。でそんな彼の前に実はあの刑務所所から出所した 幼なじみのデイムが現れるんですよね。でね2人はもともと家族同然の間から、まあ、仲間、まあ、お兄ちゃんと弟みたいな関係だったわけなんですただ2人は、まあ、デイムクリード少年時代のある過ちによって実はデイムだけ18年間もの間。 ま、刑務所の中にこう入ってた服役してたんですよねそのデイムが時を経て、まあ、シャバにこう出てきたとでクリードと会うわけですするともちろん刑務所の中で、えー、ボクシングの試合などは見ていたからデイムはクリードの状況分かってるんだけれどもクリードは当然セレブリティとなりで本人は刑務所を出て。 ま、仕事もいきなり見つからないとそんな2人がどうなるかということなんですけれども先ほどもお話ししました、まあ、ロッキーの魂を引き継いでなんてことを言いましたけれどもこれで、まあ、一応説明しておきますけれどもク,クリードはあのロッキーシリーズありましたね6作品あったのかなファイナルが6作品目だと思いますけどそこからスピンオフのクリードシリーズの今回が 3作品目となるわけなんですよね。 まあ、ロッキーといえば、まあ、これも知ってる方多いと思いますけど当然シルベスタスタローンの、まあ、出世作なわけなんですよねでスタローンはそれまで、まあ、映画の、まあ、エキストラ的出演だとか、まあ、もっと言うならばこのポルノムービーなどとかに出演して、まあ、イタリアの種馬なんていうあだ名もあったわけですよでそんな中、まあ、ボクシングの試合を見てよし脚本書こう まあ、一応3日か4日かかけてなんていうも言われてますけれども脚本書き上げだとで自分が主演だとでスタジオに持ってったとそしたらあるスタジオが「あもしいじゃないか」とただ。 主役はお前じゃないぞってことを言われていや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 自分が主人公を演じなかったら意味がないってことでいろいろ話し合いを重ねた結果、まあ、制作費ギャランティー最低にした上でロッキーの撮影が、うん、OK 出てでねそのスタローンですねだから要はこのロッキーが、まあ、アカデミー賞取るっていうまあ ある種アメリカンドリーム的な背景があるわけなんですよね。踏まえて実は今回の「クリード」過去の逆襲シルベスター・スタローン出演しておりません。あれとどうして「スタローン」出てないのなんてまあお思いかと思います。一応 うん、なんでしょうねスタローン的にはバトンタッチみたいな言い方をしてますが以前もお話ししたと思いますけれどもシルベスター・スタローンはこのロッキーシリーズの、まあ、権利持ってないんですよ、まあ、持ってない方が普通例えばトム・クルーズは「トップガン」の制作の権利を持ってるから自分でもろもろコントロールできるわけじゃないですか。 スタローンはロッキーの権利を持ってないからこそ多少のこのアドバンテージというかインセンティブみたいなことも事あるごとにまあ発言してますで今回出演しないっていうことであれ揉めちゃったのかな、まあ、よくあるんですけれども実はこのクリード過去の逆襲の中ではえプロデューサーとして。 この作品に参加しているので、決して仲違いしたという状況ではまずないと思います。そして、あとね、これも触れときたいな。まあ、放題がクリード、過去の逆襲ですけれども、現代アメリカではクリード3なんですよね。クリード3。これね、もちろん全てがそういうわけじゃないんですけれども、シリーズもので、2、3、4と明記される場合って、基本的に前作がヒットしてるんですよ。 わかります要は、まあ、クリードで言うならばアメリカではクリード123と数字でタイトルが付けられるっていう時は要は前作を見た前提での「2」。 前前作を見た上での前提ででの提3ってけけられるわけですよね。これ日本もそうですけどね要はあ全てとは限らないですけれどもタイトル123って出る場合あ前作ヒットしたんだななんていうまああのー、目論みというかっていうふうに考えていただいていいかななんていうふうに思いますでね 多分これ見てる方、まあ、公開前で今僕お話ししてるんでネタバレ避けてますけれどもあのスタローンが出てこなくてロッキーシリーズとして不安だよと今回のクリート大丈夫なのかって思ってる方いらっしゃるかもしれませんが一言言われてください見解は分かれるかもしれませんが完全にロッキーっす完全にロッキー僕はそう思った もちろん音楽の使い方だとかも含めてだけれどもこのクリードがねまあ一時期は世界チャンピオンになりましたそしてまあ引退するわけですよけれども分けあってこのクリード過去の逆襲ではもう一度リングに復活みたいなことになるそうすると、まあ、クリードは一生懸命トレーニングするわけですよ そこの、まあ、トレーーニンングシーン例えばスパーリングだとか、えー、ランニングだとかするんだけどめちゃくちゃオールドスタイルなのよでこの練習風景を見た上であのロッキー・バルボアを、まあ、僕は思い出しましたあとね注目してほしいのがねあのー、ダイナーでね、まあ、レストランみたいなところで、えー、クリードと デイムが、まあ、久しぶりに会うわけですよ外で会ってじゃあちょっと飯でもなんつってで2人でこうやって対峙するわけですよこのシーンね2人で話すシーン多分5分ぐらいあったと思うけどワンショットツーショットほぼカメラがズームしてるわけだから要はもうスクリーンいっぱいにワンショットツーショットがドンドーンって出てくるわけねちょっとね 大味だと思う方もいらっしゃるかもしれないけれどもここすっげー大事なシーンで要は18年ぶりに幼なじみの2人が会うわけじゃないですかでさクリードお金持ちになったからこれでなんかちょっとな生活費のこ当のてにしなよみたいなちょっとしたらそういうのいいんだよみたいなやり取りがこうあるわけだからセリフと表情リアクションが実は乖離してるのね だからアップにすることで今クリードは何を思ってるんだろうだとかゲームは何を考えてるんだろうっていうことを観客が読み取る楽しさがあるんだよね。だ要はセリフで全て教えてくれるんじゃなくこのダイナーのシーン特に如実に表現されてると思うけど役者の表情でその心情を おもんぱかることができるっていうね僕ね素晴らしいシーンだなあっていうふうに思いましたでね、えー、実は、まあ、この作品とある人物という言い方しますけれどもボクシングの、まあ、世界線がねいきなり組まれるんですよでこのシーンに対してはまあそのリアリティを感じない人もいるだろうとちょっとどうだのって思う人いるかもしれないけどまあ僕はエンタメとして。 許容ししまた。でさ、まあのー、ロッキーシリーズといえばあのフィラデルフィア美術館のね、あのー、階段を登って両手を上げて音声ないけどもわーってこう雄たけび上げるシーンあそこ象徴的じゃないですか。あちなみにあのねあのアメリカではあのロッキーステップっていえばあのフィラデルフィア美術館の階段のことなんですよ。 それぐらいロッキーステップという言葉がみんな知ってるぐらい有名なんですが本作「クリード過去の逆襲」でもクリードがトレーニングしますよ走ります筋力アップしますアメリカの象徴的などこかで手を挙げますおたけり これねちょっと胸圧でしたね。ちょっとどこかはね、やっぱりね、見てほしい。やっぱりこの映画見てから、えー、あ、なるほど、ここなんだっていうふうに、まあ、思ってほしいななんていうふうに思います。最後に言いたいのは、この作品って、もちろんボクシング映画でもあるんだけれども、非常にドラマ性強いです。で、まあ、クリードという人物が、まあ、過去の自分に、 落とし前をつけられるかどうかという作品なんですよね。男性だけじゃなく、女性もそのあたりグッとくるところあるんじゃないかな、なんていうふうに思います。クリード、過去の逆襲、ぜひ劇場で体験してみてください。